い、今回は裏庭の片付けをやっていきたいと思います。家の中がある程度、まあ、片付いて、まあ、住めるようにはなったんで、ちょっと外もやっていこうかなと思います。一応大きな木は移動させたんですけど、小さい木とかはちょっとまだそのままに放置してたんで、ちょっと草木を集めていきたいと思います。ちょっと移動させるにしても場所がないんで、とりあえず裏庭にそれぞれ何箇所かにまとめておいて、ちょっと薪ストーブとかで燃やしていこうと思ってます。はい、あ、丘上が草刈りしたおかげでだいぶすっきりしたんでいい感じですね。でこんな感じで結構発泡スチロールとか植木鉢とかが裏庭に散乱してて、なんか掃除するのもちょっと大変だったりしますね。はい、でもまあこうやってちょっと体を動かすのは日頃運動不足なんで、いい運動にはなります。であと植木鉢も放置されておいてあるんですけど、でその中の植物がもう根を張って、地面まで根を張って、結構もう植木鉢自体がびくともしなかったり、発泡スチロールから根っこが出て、発泡スチロールに植物が植えてあって、なんかそこから根っこが出ても発泡スチロール自体動かなかったりっていうのが結構あったりして、かなり片付けるのは手間がかかりました。でちょっと裏庭掃除してる時に見つけたんですけど、側溝がこの部分にあって、で多分側溝っていうとコンクリートなんで、多分そこに入った雨水とかも全部流れないでそこに溜まってるのかなと思って、でもしかしたらこれが湿気の原因なんじゃないかなと思いましたね。で土自体がもうその側溝に土がいっぱいかぶさって埋もれてる状態なんで、もう側溝として機能してない状態だったんで、まあ、念のためちょっと側溝の土さらいをやってみることにしました。こんな感じで何箇所かにまとめました。ちょっと分かりづらいですけど。でこういう風に側溝がちょっと見えたんで、スコップでちょっと掘ってってみようと思います。結構やっぱり水気を多く含んでたりする形ですね。でどんどん底に行くにつれて、やっぱり土の水気が多くなって、結構やっぱりこれが原因で湿気の温床になってるんじゃないかなって思いました。で実際この側溝の土を全部除いてからは、やっぱりまあちょっと季節が冬になってきてるっていうのもあったんですけど、かなり湿気は改善されたかなって思います。でこのスコップで土を掘っていくっていう作業なんで、結構しんどかったですね。なんか自分がひ弱だっていう説もあるんですけど、まあ、それも含めてちょっとこういう掃除とかやって、運動不足を解消してちょっと体力をつけていきたいなっていうのもありましたね。はい、以上です。本日もご視聴ありがとうございました。